ンビサカとかいう三笘に会えて、スペースを与えて止める男。三笘今日も屈辱やったやろな。ワンビサカ掘れ、縦はスペース空けとくからいくらでも行っていいんやで。ワンビサカってそんなにすごい選手なん？1対1は最強だけどパス精度とかはうんこだから富安みたいな評価受け取るよ。守備はすごい、攻撃は微妙。三笘は左足シュート練習しよう。ワールドクラスのウィンガーなら縦突破逆足強シュートみんな持ってるぞ。それはあるな、だから横しか警戒されてない。あの方法で抑えられるってことは、リーガでは 100% やれないわ。ワンビサカはもちろん対人強いんだけどめちゃくちゃ自陣に侵入されてるんよな。ワンビサカの対応は、あんたどうせ点取れんやんって感じの守備してたからな。ワンビサカ評価分かれてるな、普通に悪かったと思うけど。三笘女子じゃないから擁護する気ないけど、ワンビサカとかミリトンと論争できる日本人がいるって普通にすごいわ。ワンビサカ抜かれてはないけど、距離取ってたから三笘は比較的自由にやれてた。そろそろ三笘女子が減って、ワンビサカ男子が増える時期だな。ワンビサカ中切り距離、開けすぎで縦に行かれてたけど。三笘の勝利イコール、ワンビサカを抜きまくるではないけどね。多分ワンビサカは味方が中を消してくれたから外を切りに行ったのでは？中を消してるワンビサカを抜きに行ったわけではない。なんだかんだこいつらいいライバルだよな。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。